おのれそう前向き YouTube。 おのれそう前向き YouTube。 どうも皆さんこんにちは。今日は第30期師範試験合格者の道場看板を書いてます。こちらから見てください。なんと201名です。皆さんそれぞれの道場名が書いてあります。結構かかりました。一つ一つ皆さんの繁栄を込めて絵描かせてもらいます。見てください。この数々、北は北海道、南は鹿児島、これが尾上諸道場各師範の師範道場看板でございます。あと一つだけ残してありますので、ちょっとこの木に描く雰囲気を味わってください。はい、ではいよいよラストということで、ここに尾上諸書いてます。渡辺由美子先生の新師範の道場名を書いていきたいと思います。花色道場ということで、ね、一つ書いてみます。よろしいでしょうか。まずぐる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 よいしょ、ぐる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 、気合を入れて書きます。ふっ、うた、普通はこんな声は出しませんが、はい、花、花、色ですね。色、花を彩るですね。いいバランスの字ですね。はい、花、色、こんな感じですね。で、道場、この道場が繁栄しますように。この道場が狐色になるまで木がね、繁栄していて行っていただけるとありがたい。ポイントはここですね。よろしいでしょうかね。道場の道はこのように立ち、こちらから行きますね。ふうと行きますね。で、上です。はい、花色道場完成しました。渡辺由美子さん、ぜひ大繁栄よろしくお願いします。己の心を